レコーディングはもともと時は演歌とか昭和歌謡とかがすごい好きで、そういう系の歌を何だろう、歌い上げる系の声だったというか、まあ、歌い方だったんですけど、今回はちょっとポップス、何だろう、歌を歌い上げようとせずに、なんかこうしっかり声を出したりとか、なんかこういい意味でなんか何も考えずにこう歌いました。上手になったねって褒められたので、まあなんか時の素の声が聞けるかな、素の声が聞けるかなって思います。なんか多分いい感じだと思います。ぜひ聴いてみてください。すごい話を聞いた時にすごい嬉しくて、歌わりがそんなにあるメンバーではなかったので、なんかこういっぱい歌わさせてもらえることにすごい嬉しく思いましたし、何だろう、みなりんはもともとも同じ4回テンポ所属してて同じテンポで、影虎は同期なんですよ。同じ月に入ったからこう3人でやれて嬉しいなって思います。